スタート、10秒前。電車一周クリアですね。コーチさんがどこをスムーズに三車選手が来た。ちょっと気持ちに余裕があったとは思いますが、第3位柴崎選手、最後尾からの出発が、今入れ替わって柴崎選手がトップ、三車選手、コーチ選手の順です。米本さん第4位、田中さん第5位、井上さんが最後尾だったかな。1周目を来て三車選手がトップ。小池さんが第2位ですが、タイムが9秒41。残り7分です。もうどんどん入れ替わってますね。トップ山本選手9秒41、第2位柴崎選手9秒56、第3位三車選手9秒59、第4位米星さん10秒ジャスト、第5位阿部選手10秒55、キャンプさんが第5位だったですね、11秒1、第6位阿部選手、第7位井上選手10秒99というタイムになってます。トップ今柴崎選手になってます。その後ろ浩二選手が9秒41、残り2位ですね。1位2位の差、しばちゃん、コウジさんの差が1秒5、コウジさん、米本さんが今第3位に上がって差が2秒5、第4位三車選手、米本さんとの差が1秒7です。1、2、3、4台までは同一周回ですね。阿部選手がちょっと遅れて12秒03です。選手ベスト更新9秒32、第4位の三車選手も更新9秒48、残り5分30秒、島崎選手が快調に飛ばしますね。今練習なしで予選なしですね。1位柴ちゃんに2位浩二さんの差がちょっと空いてます。6秒、タイムも更新ですね。しばちゃんに9秒46、残り5分です。第2位にコウジさんからサーシャ選手に入れ替わりました。しばちゃんとの差は6秒、が6秒、この会場に行くとね、サーシャ選手を抜かすような勢いですね。2位3位がすぐ後ろに迫ってます。1位柴田選手、三車選手、小池選手の差が0秒2、そこの後ろに柴田ちゃんが迫ってきてます。あれ、車おかしい、引っかかってる。残り4分です。あ、コウジさんが差がなかったのもちょっと空いたのかな。あ、違うな、しばちゃんがもう抜かしてった感じですね。あれ、阿部選手どうしましたか。あれ、張ってなかったですか。残り3分30秒。柴崎選手のすぐ前に第2位の三車選手がいます。柴崎選手のすぐ後ろに第3位の浩二選手がいます。これやばいです、出されてしまった。
感謝選手頑張れ。芝ちゃんの勢いは止まらないようですね。残り3分です。タイムもすごいですね。コウジさん9秒32、サーシャ選手9秒39、柴崎選手が9秒37、この三つどもえになってますね、今3台。あ、とうとうやってしまいました。柴ちゃんが電車クリアになっちゃいましたね。残り2分30秒。突っ走ってます。その立ち位置がいいでしょうかね、一番。全然良くない。残り2分。1位2位の差、石川ちゃん、サーシャ選手の差は10秒に、ほぼ一周ですね、抜かれて、あ、ちょっと返したかな、そこで。頑張ってます。順位は変わってはいませんけれども、王子さんが抜かされてもらいましたね。すごいですね。1位2位の差は12秒3、サーシャ選手、コイ選手の差が13秒8。独走態勢です。残り1分になりました。今第3位にヨネボクサーが上がってきました。コウジさん第4位。残り45秒、柴崎、サーシャ、ヨネモト、山本、タンコ、阿部、井上の順になっています。あ、井上さんリタイアになっちゃいましたか。残り間もなく30秒。コウジさんはやっていいですか。コウジさんは佐藤が違いますよ。残り15秒。残り15秒ぐらい。あ、そうなの。5、4、3、2、1、0。ここからゴールです。ヨネモトさん第4位でゴールですね。第5位、タンコさん、コウジさん、柴崎さん、まだです。はい、全勝ゴールです。トップは柴崎選手、最後尾からのトップです。嫌な感じ。ああ、そうか、ワンラップついてたんだ。ついてた。10秒あった。